高杉雅子高杉雅子大正11年11月は幕末から大正時代にかけての日本の女性。長州藩士、井上平門の次女、高杉晋作の妻、子に東一。名前は宮尾雅子とも、萩城下一の美人と呼ばれた。井上家の価格は高杉家と同じ八組で山口町奉行をしており、家に百5 0国で、 高杉家より高六である。新作はいとこに宛てた手紙で30歳まで妻を持たないと宣言していたが、周囲は暴走しかねない新作に家庭を持たせて落ち着かせようと演談を進めていた。萩城下一の美人と呼ばれ、演談が山のように来る宮尾に親戚が候補を三人に絞り込み、おじが宮尾にくじを引かせて引いたのが新作だったという逸話も伝わる。おじは、 三国一の婿を引き当てたと喜び、兄は、お前の婿は、あずき餅だと冷やかしたという。万、ま、円元年1月18日、宮尾は16歳で22歳の新作に突ぐ。中尾のは、同伴士、佐伯木在左衛門。源氏元年10月に、長男、梅野心を生む。シュート目の道には新作が気短なのでそのつもりで、心構えするよう悟されていたが、 新作は優しく一度も叱られたことはなかったという。激動の時勢の中、ほとんど家にいない新作から雅に宛てた手紙には、高価な帯や単物の贈り物とともに、立派な武士の妻になるために教養を身につけ、精進するよう、細々と書き送っていて、中には、達筆すぎて雅が読めない部分もあった。高山寺挙兵後の新作が四国に亡命していた頃、下関の芸儀である。 おうのを伴っていた。萩の家族には逃亡の目を喰らますために連れていると説明している。慶応2年2月、幕府による長州再生を迎え打つ準備に奔走していた新作は本人の強い希望で正式に下関勤務になると萩から新作の世話をするため、宮尾は2歳の梅野心と新作の母親道と共に下関にやってくる。 入江は策定で女と同棲していた新作は、最初の鉢合わせに困り果て、木戸高義に泣きついて、判明を取り付けてもらい、長崎に旅立ってしまった。宮尾たちは、白石昭一郎邸に預けられた後、4月には、萩に戻った。後日、新作からは宮尾への贈り物と平身帝都に詫びた、長文の手紙が送られた。8月1日の小倉楽場の頃、 新作は確決し、結核が悪化して病床につき、10月には、下関の投稿案に追うのと共に移った。新作の病が重くなると、最後を見取るべく医者が、萩の家族を下関に呼び寄せた。野村望む東にが、最小の間を取り持ち、それまで看病していた、追うのが下がり、宮尾が新作の看病に当たった。慶応3年4月13日深夜に新作は死去した。 結婚生活は7年余りであるが、実際に共に過ごしたのは合計で1年半ほどで、あった。新作没後、山口城下茶臼山に、新作が生前準備していた屋敷に、萩から息子や高杉家の両親と共に移り住む。明治10年、息子の教育のため一家で上京した。一人息子の東一は、大正2年に母に先立って没した。 新作没から50年後に雑誌日本及び日本人の取材で新作については外ばかり出ていて若くして亡くなったため一緒にいたのはほんのわずかで話すような記憶がないと述べている。大正11年11月東京市麻布にて78歳で死去。白石地区地域づくり協議会代よりボリューム212015年3月1日から2ページ目。 松前良む、明治維新150年記念事業、維新の削減地、山口を歩いてみよういね。第10回、高杉新作白石チャウスさんの高杉やマイナスを、参照。ありがとうございます。